がないと遅刻するわよ。あ、そうだ、ついでにゴミ出しといてね。それでは出席を取る。岸井。岸井はいないのか。なんだ、今日も遅刻ギリギリだな。たまには少し早く来い。それでは授業を始める。
ねえ、昨日のニュース見た？ああ、あれでしょ、うちの学校のやつが死んだって。そうそう、それなんかね、話によると死体の首だけが発見されなかったって話らしいのよ。ここには誰もいないよ。何をそんな不思議そうな顔してるんだ。久しぶりだね。ひどいな。もう忘れちゃったのかい？結構薄情者だな。こないだマンションの鍵を探してあげたじゃないか。と思い出してくれたようだね、ミカ。ミカのことだったら何だって知ってるよ、きっとミカよりもね。それともミカが何も知らなさすぎるのかな。今日はね、忠告しに来てあげたんだよ。本当はね、人には話しちゃいけないんだけど、ミカには特別に教えてあげるね。世の中には目に見えない大きな力があってね、大きな流れには逆らえないようにできてるんだ。みんなね、自分の意思で動いてるようなこと言ってるけど、結局はそうするように仕向けられてるんだよ。人間は弱い生き物でね、一人じゃ何もできないんだよ。自分で何を決めたらいいのか、何をしたらいいのかさえわからない。だから欠点だらけの人間は超越した存在に身を委ねて救いを求めたがるんだ。人に決めてもらう方が全然楽だからね。結局自分たちの方からコントロールされたがってるんだよ。これからミカの周りでいろいろなことが起きると思うよ。もうあらかじめ決まっていることなんだ。そう、あの時から、あの時に運命が決まった。ミカは傷つき疲れ果てて苦しむけど、でも大丈夫だよ。僕はミカの魂を救いに来てあげたんだよ。肉体が滅びても魂だけは不滅だからね。死を冷静に受け入れた時に全ての罪が許されて、魂が地上から解放される。